住宅火災で2人が逃げ遅れ、心肺停止の状態で見つかりました。午後1時過ぎ、埼玉県川口市赤井で1階より黒煙と火が見えると119番通報がありました。警察などによりますと、ポンプ車など19台が出動し、火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、木造2階建ての住宅と周辺の建物合わせて5軒が焼けました。火元の住宅からは逃げ遅れた2人が心肺停止の状態で見つかりました。警察が火事の詳しい原因を調べています。